鈴木俊一は、日本の政治家、内務、自治官僚。東京都名誉都民、北京市営誉市民。第9.1011.12代東京都知事、東京都副知事、第2次元内閣内閣官房副長官、自治事務次官等を歴任した。父の鈴木敏夫は、東京高等三市学校を卒業し、東京府三市試験場の技師を務めた。妻の厚子は、 内務省神社局長や警視総監を歴任した、石田薫の長女である。長男の鈴木光一は、科学者で、東京大学名誉教授、次男の鈴木雄二は、元日本工業銀行常務、をそれぞれ務める。山形県西村山郡七県村出身の父のもと、東京府北多摩郡中上村で生まれ育った。母は、東京府南多摩郡大倉村の名家の出で、 春一の外祖父の中溝五郎は鶴川村の村長を務めた。春一の曽祖,祖父の中溝正弘は神奈川県議会議長。親類には自由民権運動家の中溝正隆や、この絵踏み丸直系の反共テロリスト中溝玉吉などがいた。独文学者で東京帝大教授の青木昌吉は中溝正弘の長男にあたる。東京府立。 第二中学校、三校、東京帝国大学法学部政治学科を卒業し、1933年に内務省へ入省する。入省同期に、東総一元労働事務次官など。1947年12月31日の内務省分割後は、地方自治庁に配属され、1950年から1953年7月まで、地方自治庁。 自長、1954年以降1958年まで、自治長事務次官をそれぞれ務め、事務次官在任期間としては、戦後最長の8年間だった。地方自治法をはじめとする、地方財政法、自治大学校設置法、地方公営企業法、地方税法、公職選挙法などの地方自治関連法や東京都の制度成立に尽力した。 1958年6月、第2次元内閣で内閣官房副長官に就任し、岸信介首相を支える。6月17日より憲法調査会幹事を兼務。翌1959年6月12日、東隆太郎東京都知事の下東京都副知事に就任し、1967年まで務める。東は、 医学者出身で行政にはあまり詳しくなかったため、1964年、東京オリンピックの開催を中心にした開発計画をまとめるなど、高度経済成長期の都政の実務は、事実上副知事の鈴木が取り仕切り、東副知事、鈴木知事などと揶揄されることもあった。東は1967年に参戦不出馬を表明。 鈴木は自由民主党から都知事選への立候補がほぼ決まりかけていたが、革新自民へが知名度の高い美野部良吉を擁立したため実現しなかった。自民党は民社党が擁立した立教大学の松下ことぶき総長を推薦したが、日本社会党、日本共産党推薦の美野部に敗れた。東京都副知事退任後、 日本万国博覧会事務総長を務め、大阪万博に携わった。また、首都高速道路公団理事長にも就任した。1979年東京都知事選挙に、自民、公明、民社、新自由クラブ4党推薦で出馬し、3期で、優待する、見延知事の事実上の後継者であった、社協推薦の太田織総評議長。 無所属の麻生両方らを破り、初当選。革新陣営から都政を奪還する。以後、1995年4月まで4期16年の長きにわたり、東京都知事を務めた。都知事就任後、鈴木が最初に直面した課題は、前任の美延べが残した膨大な財政赤字の解消だった。鈴木は、 老人医療費の無料化を廃止するなど、見延べ革新都政の目玉政策だった福祉の大幅な削減や都職員の給与引き下げにより、2期目には都の財政の黒字化を成し遂げる。後に、長野県知事を務めた田中康夫は、黒字化を達成するためには相応のことが必要で、あるにもかかわらず、鈴木の行財政改革についてほとんど批判を見聞き、しないことから、 鈴木都政に関心を持ち、週刊文春での連載、東京大一入りでも取り上げている。当時は3期目で70代の後半になっていたが、中曽根康弘首相の余暇の過ごし方を聞いた、鈴木の秘書がどうすれば、スケジュールが明けられるか嘆くほどの仕事ぶりだったという。後の1991年東京都知事選挙の、さなかに建設が進められていた新宿区の、 東京都庁舎がカビすぎるとの批判を鈴木が受けていた時期にも田中は鈴木を擁護しているしかし3期目以降都庁舎の丸の内から新宿への移転をはじめ東京国際フォーラム江戸東京博物館東京臨海副都心の開発に代表される箱物行政の推進で多額の記載を発行した結果 都の財政は再び赤字に転じ、見延べ革新と成果の水準にまで悪化した。1991年東京都知事選挙に際しては、自民党は小沢一郎幹事長の主導により四選を目指す、鈴木を推薦せず、元 NHK 記者の磯村久則を擁立する。当時、自民党は参議院で過半数を割り込んでおり、 ねじれ国会の運営を円滑に進めるためには、公明党の協力が不可欠であったが、当時自党に80歳定年制のルールを敷いていた。公明党が、当時80歳の鈴木の推薦に難色を示したため、利害が一致した、自民、公明2党は、磯村の擁立を強行し、民社党本部も、磯村を推薦する。しかし、鈴木都政を支えてきた。 カスヤ・シゲルラ自民党東京都連の幹部は、党執行部による一方的な決定に猛反発し、鈴木も自民、民社都連の推薦で4選出馬を決断する。また鈴木は、デン・ヒデオラ、中道、リベラル派からの指示も受け、首都、東京の知事を選ぶ選挙戦で、党本部、都連が別々の候補者を推薦する異例の事態に発展した。都知事選には、 鈴木、磯村、日本共産党推薦の旗田茂雄、日本社会党、推薦の大原光則のほか無所属の内田優也、浜田牧氏、中松吉郎ら放末候補が次々に出馬し、総勢16人で争われた。鈴木は、高齢批判に対して、有権者の前で立位体前屈をしてみせて、若さをアピールし、磯村は、戦闘で、 高齢者の背中を流す、なりふり構わぬ、パフォーマンス合戦が繰り広げられたが、結果、半鈴木票の分散に乗じて鈴木が四戦を果たし、磯村擁立を主導した、小沢一郎は、幹事長を辞任に追い込まれた。選挙後、東京都議会では日本社会党が、知事与党に加わり、四期目は事実上の、オール与党体制で、都政運営を行った。 4期目では1991年1月に郵政省から東京都域の UHF テレビ放送用として新チャンネルが割り当てられたことを受け東京商工会議所などと共同で東京メトロポリタンテレビジョンを設立開局に向けた調整などに当たったしかしこの頃に発生したバブル崩壊の影響もあり鈴木都政4期目で財政はさらに悪化 鈴木が五千不出馬を表明した1995年、東京都知事選挙では、長らく内閣官房副長官を務めた石原信夫が、鈴木都政の継承を訴え出馬したが、経営コンサルタントの大前健一山へ、出雲市長の岩国哲と、社会党を離党した元衆議院議員の上田明、前参議院議員の青島幸浦有力候補が、次々に立候補。 反権力、リベラルなイメージの強い陳ンタオが、元エリート官僚の石原らを破り、圧勝した。鈴木が4期目に開催を計画していた、世界都市博覧会は1995年の都知事選で争点化し、公認の陳ンタオ知事により中止が決定された。鈴木は、同年起きた、地下鉄、サリン事件を引き合いに出し、都政にサリンをばらまかれたようだと発言し、 各方面から非難を受けた。2008年、第2回、後藤新平賞を受賞。9月11日の受賞式では、車椅子姿でスピーチし、元気な姿を見せた。2010年5月14日、杉並区永福の自宅で、死去、99歳。青島幸男の公認の石原慎太郎都知事が5月21日の、記者会見で、鈴木の成居に言及し、 鈴木を地方自治の虚勢と高く評価した。他多数、ありがとうございます。